怒ってるぞ。いやもうね今ね大変なんだよ。やっぱりほら帰国前だからため取りしてるからね。だから、うん、困っちゃったよ。困った時の、うん、怒った時の神頼みみたいな。怒った時取っちゃうかな。でね、うん、口の中物入ってる。まあいや、あの一つどうしても僕はアメリカで言いたいことがあって、うん、いやもう簡単な話だよ。あのついこの間ね、これだともう結構この間になるのかな、あの百田さんっていうね、あの作家、それが自民党の若手かなんかの勉強会懇談会に行って講演をしたんだ、うん、で百田さんって喋りが面白いから、うん、みんなでね喜んでやった。でマスコミがちょっと見ててそのまま退出したんだよ。で終わった後懇談会みんなでね若っぱらってるじゃん、まあ酒は飲んでないけど居酒屋トークみたいな。その中でね、うん、沖縄のね新聞なんか潰せばいいんだよ、まあ言うね俺でもね、うん、そしたら全くねけしからんとかね、いっそのことねあのそもそも落ちちゃったらどうだとかそういうふうに言うわけ。言うよなそんなのな。そしたらそれを聞き見してた盗み聞きをしていた朝日新聞ですよ。また朝日新聞あれがね、いや捏造だよね、うん、桃田が要するに百田がそういう風に言ったとか言ってね大騒ぎ始めちゃって、かわいそうに百田が、うん、で俺ね、あもう1分過ぎてた、まあ、いいや。あのねやっぱり一番問題だと思うのは、うん、マスコミの書いてる記事って嘘が多いんだよね。かさまずさ、うんうん、慰安婦問題懺悔してますよね。あ、そうそうそう、あの朝日はね、あれはどうなっちゃったの、うん、責任取ったの。そうなんだからね、あの慰安婦問題もそうなんだけど、今アメリカではっきりしてることはアメリカの議会その他アメリカのそういうジャーナリズム、うん、マスコミ自体が、うん、あの慰安婦問題嘘だっていうことがもう完全に、うん、あの分かっちゃって、うん、こっち側ではもう次の段階に入ろうとしてる、ね、うんうん、だからやっぱりねそうなんだけど、マスコミは自分の都合のいいことしか、ね、言わないし、マスコミが政治をコントロールできるって、俺たちのマジック業界に昔医者とか歯医者がね、歯医者は頭悪いんだから仕事は俺に任せろよというふうな言い方を現実にしたことがあるの、うん、でそういう人たちねたくさんいるんだ、ね、だから別にねあの、まあ、その当時、まあまあ、今でも、まあ、たまにね、あのネットなんかで会うんだけど、東北だあの大学の大学院かなんかでやってた方が、うん、人がねそういうことを言って首都のことを攻撃したりなんかしたことがあったんで、うん、だからうちらの俺らの仲間なんかで東大の大学院だってるわけでさ、うん、秋元だって早稲田の大学院だって東北の大学院なんかにさ、うん、口出されるさ、ね、レベルじゃねえだろっていうの話があったんだよ、うんうん、だからそれと同じでね、政治の話にマスコミが口出すことがおかしい。そうだよね。そうだからもっと言うのはやっぱりもっともっとね、あのリベラルと反対側である部分のそういう組織があっていいじゃない、うん、だから日本なんか憲法9条の会ってわけのわかんないさ、あの、うん、シーシェパードみたいなわけのわかんない団体があるけど、あれ、ね、うん、あれと海賊になっちゃったんでしょ。あ、シーシェパードも海賊としての判断されたから、うん、だからね馬鹿らしいから、もっとね国民はニコニコ動画でもっと政治を見て、うんうん、じゃ真実を知ってほしい、うん、あと大人の人ね、憲法9条でも何度も唱えてる人でも何でもいいけどさ、ニコニコ動画見てください。で、うん、国会のそういうものを見た時に、国会中継若い人たちはみんな自民党安倍さんね、菅さん大好きだよ。あんなスターになってね、菅さんのことガースってあだ名つけてみんな大好きだよ。安倍さんのそうめん一緒に食べたいとか、うん、でどれほどね言っとくけど、民主党とか社民党とか嫌いかね、みんな知ってんだね、うん、そう知ってんだよ、うん、だから知っててこれだけね、要するに本当は、うん、あの自民党のことが好きで安倍さんのこと好きなのに、うん、で民主党嫌いなのに、報道を見る限りはね、うん、ある一二紙を除いて全部でしょ、全部が安倍批判するでしょ。で安倍がどんなことをやったとしても安倍を批判するってのが朝日の当時の社長だったんだから、うん、本当にひどいんだよ。なんとか政治的に転覆させるとかね、テロリストじゃんそれじゃ、うんうん、で彼らはやっぱりあの中国や韓国からお金もらって動いてるわけで、うん、日本の国を売ろうとしてるグループでしょ、うん、本当に売ろうとしてるんだよ奴らが、ね、売ったとしても自分たちの地位があってマスコミが強ければ中国だろうとなんだろうとそういうなものは支配できると思ってるの彼らは、うん、大きな間違いでね。中国は欧米主義のそういうような契約も何も成り立たないから、うん、全部殺して終わりなんだよ、うん、どのぐらい殺したか、毛沢東がどのぐらい殺したか、いろんな、ね、人をね、うん、だからあの天安門事件とかあんなこと言ってるけど、中国文化大革命の時は100万人ぐらい殺したでしょ。そう、うん、だからそんなことを考えた時に、まあ、とりあえずね、その政府共産党系とか社会党系の、ね、または社会主義共産主義系のものに対してリベラルが働くんならいいけど、うん、我々が言ってる今この資本主義ね、資本主義に対してリベラル働いてどうすんだよ、うんうん、はっきり言って、だからよくあるような格差がどうのこうのと、格差あんの当たり前だし、うん、ね、だから共産党とかああいうのがやってる、例えば中国でもあの格差ないんですかって言ったらとんでもない、もっとあるよね、うん、はっきり言って。
だから我々が日本っていうのはどんなこと言ってもその政治に対して口が出せたりとか国民がね言えるような環境であることに甘んじてひどすぎるなと思ったの、うん、百田さんの事件見てね、うん、だから実に百田さんっていうのは弁が立つし、うん、もう歯に衣着せぬ、うん、もう素晴らしいよね。もう考え方もしっかりしてるし、でもちろん国を愛して安倍さんが好きで、うん、自民党が大好きでしょ。だから自民党が好きでそういうような人だったら潰したいんだよ早くね。だからみんなそういう人間たちを潰そうと思ってマスコミは一斉のせいやると、うん、でマスコミっていうものに対しての批判ね、マスコミどこを潰せばいいって言ったら、ある意味ではあらゆるマスコミはやっぱりさそうね、あの反抗するよね当然ね、うん、でもそれにしても今のマスコミ悪いと一般思いませんか。うん、だから一回ね新聞っていうものを基本的に解体させるように新聞の不買運動を国民単位で起こしてね、でテレビもそうだね、あのやっぱり良くない報道を見ないためにどうしたらいいかっていうのをやっぱりニコニコとかさ、やっぱりネットの方の文化に人間が変えていかなきゃいけないね、うんうん、だから NHK っていう放送ね、まあ、中国なんか NHK みたいな国営放送が1個あるだけで あともう何もないんだけど、やっぱりあの見せる見せないとか報道規制やら中国がいいか悪いか別にしといたとしてもさ、うんうん、でもやっぱり NHK はあの中道であるべきで、それが見れるわけだから、うんうん、一番いいと思うし、どちらかというと政府寄りでいいと思うんだ NHK は。そうだね、だからそれが普通だから、うん、NHK が政府寄りじゃねいけないなんて言ってて、うん、あれしてたら国も何もないよ、うんうん、だから次の選挙の時に僕思うんだけど、うん、本当に若い人たちが来てね、若い人たちが入った時に政治に関心を持ってもらって、うん、それでやっぱりあの6割7割の投票率を持ってるじいさん連中たちが、うん、あの年金のことだけ心配してて民主党に入れてるわけでしょ共産党とか。もう将来関係ないからと。だからそれでもう死んでいくクソじじいたちがそうやって入れてるんじゃなくて、若い人たちが今後のためを考えた時に自民党に入れて、ね、集団的自衛権って当たり前じゃない。どんなことされるか知ってる？中国とか他の国がね占領したら香港見りゃ分かるでしょ、うん、だから香港があのイギリスから返されて1999年か2000年に返されてね、それから今まで15年の間でどれだけ香港がその中華思想に乗っ取られちゃってダメになってるか、ね、日本もそうだよ、沖縄もそうだよ、全部中国は一時はいいことを言うんだけど、途中からもう恐怖政治を引いてくれること分かってるわけだからね、うんうん、それはね考えてほしいね。まあ、あと最後に関係ないんだけど、今回百田さんの話を、ね、中心にやったけど、うん、あのまあ、日韓問題ね、これも言いたいんだけど、別に、もう韓国ギリギリだから、うんうん、だからもうちょっとほっとくともう泣き入るから、うんうん、もうそれだけだ、うん、要するに韓国に対してテレビ朝日も罪だよね。テレビ朝日はだからみんなねテレビに対してはね、そういう反対運動とかやってさ、スポンサーに対するさ不買運動とかしちゃえばいいんだ本当に、うん、だからそれを例えば百田さんが言うのは気持ちわかるし、俺なんかしたいもん、うん、そうだよね、だから民間のムーブメントを起こすんだったらそうするべきだし、うん、例えば戦争反対だけど救助反対だとかさ、わけなか分かんないことやってさ、沖縄の基地反対だとか言って大江健三郎なんかがふざけたことやってるんだったら、百田さんが、ね、うん、マスコミ潰せってやったっていいじゃん、ね、いいと思う。俺はそれが正しいと思います、うん、だから皆さんね、あの僕が日本に行った時にいっぱい話しましょうそういうことね、うん、あのアメリカにいてても日本にいてどこでも、まあ、特にアメリカにいてアメリカの生情報が入るんで、うん、あれだけど全然違うんだよ日本で言ってることと、うん、もう笑っちゃうぐらい違うよね。うん、だからそれも踏まえた上でそれをシャットアウトして封じ込めようとしているのが日本のマスコミだから、うん、だからもう絶対ね、まあそうだな、うん、朝日新聞は絶対、沖縄とか北海道のローカルなんて買ってほっといてもいいから潰れちゃうから新聞を買わない、ね、買うならね読売かやっぱ産経だと思うよ、うん、産経はやっぱりまあどうしてだかじゃ国民新聞みたいになったからね、俺ね産経新聞入ってるんじゃないかと思ったんだけど、富士産経グループっていうのは、うんうん、まあそんなわけでね、はい、1ヶ月半いっちゃいますけど、うん、これもまあビザだからしょうがない、ここに対して困った時言ってもしょうがないので、うん、頑張ってね、やってきますので、その間も皆さんと一緒にこういうラジオね、また日米のまた、スカイプラジオってのもやりたいと思いますので、はい、その時またうんと困った話をします。うんと困った話、そう、多分日本で困ったことあるんじゃないかなってことがあるね、うん、それとやっぱりネットなんかでも、変なわけのわかんない人っていっぱいいるから、そういうのもね整理しちゃってね、はい、頑張ってやろうと思ってます、はい、もう最近本当韓国のマイミクじゃないや、あれはフェイスブックのね友達が激減しました激減いいですね、そんなわけで、余計なやからはいりません、はいはい、いい人たちはいっぱいいますから、はい、ね、さあということで百田さんに、乾杯しながら、はい、今回ねラジオの、ね、収録これ終わりますけども、はい、うん、まあぜひね、いる最中ね、日本にいる最中に声かけてください。皆さんからいっぱいお誘い受けてるけど、うん、8月の頭から15日まではスケジュールが今ないんで、突然ね決まっちゃったんで、どっか呼んで、ね、俺と一緒にいろんな話をしましょう、ね、神田川さんをマジックでもいいですよ、星の話でもいいですよ、またはそういう話何でもいいから政治の話でも言い任せてやろうなんていう人がいたら、ね、ぜひお願いします、ね、
横戸じゃないと言いまかされちゃうから気をつけた方がいいけど ね、 そうですね、私ね、うん、はい、さあ、ということでピザ、もうさっきからピザで3本取りかなんかしてるんだけど、ね、ということで美味しいピザを食べて、終わりにしたいと思います。それではどうもありがとう、さようなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。